はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の第二次導関数とグラフ丸四をお送りします。で、今回2問ね、問題やりますので、まず1回動画止めていただいて、ここでチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、このタイトルもね、丸四まで来ましたが、今回でこれで最後になります。次回はね、タイトルが変わるんですが、まず2番は今まで通り外径書きます。で、1番は外径書くんじゃなくて、全近線だけ求める問題にしました。で、これ今までと違くて y イコールになってないんですよね、こういう風に。だから y イコールに変形していきましょう。で、これがまあ両方ですとめんどくさいんで、右辺に持っていけば正になるし、で、くくっちゃえば x プラス 1y になると。で、まあ右辺と左辺丸々入れ替えれば符号変えなくていいので、まあ整理するとこうですね。で、 y イコールにしたいんで、これで割りたいんですよ、 x プラス1で。でも x プラス1で割るためには、まあこの問題途中式あんま書かされないと思うんですけど、x がね、マイナス1じゃないよって、ないから割れるんだよって一言が必要になるので、まあこれを書きます。で、一応なんでマイナス1じゃないって言えるかっていうと、元々の式の x にマイナス1を代入します。そうすると1、ここを入れるとプラス y、 マイナス y、 マイナス1入れてマイナス1、プラス2、こうなります、左辺がね。で、 y 消えるんですよ。で、1もまあこう消えて2が残る。で、右辺はこう0になってるから、2イコール0で成り立ってないんですよね。成り立ってないってことは、マイナス1を解に持たないということなので、まあ、マイナス1じゃないよと言えると。だから割っても平気。で、割るから、y イコール、x プラス1分の、x2 乗プラス x プラス2と、こうなります。で、ここまで持ってくれば、まあ、前回の動画とかでもやった問題と同じです。まあ、前回はね、外形書く問題だったんで、造形表も書いていったんですけど、で、このタイプ。分子。上の方が次数が高いので、割り算で変形ができるんですよね。だから割り算で変形しちゃいましょう。分子割る分母。まあ上割る下ですね。こうやっていくと、まず x をかけることで x2 乗をここで揃えたいと。で、プラス x。まあこっちも揃っちゃうんだよね、ここはね。で、両方引いてなくなっちゃうんで、あまり2ってすぐ出てきます。つまり、何が分かったかっていうと、ここ、分子は、これかけるこれ足す2と変形ができます。なので、y イコール、まあ、この一言じゃない、一行は別に入れなくてもいいんですけど、x、カッコ x プラス1プラス2ですね。変形すると。で、これをもう一回変、もう一回変形していって、まあ、右側と左側に分けますと。ちょっと右からいきますね。この部分を書くと、x プラス1分の2。で、こっち側、左側ね。ここは x プラス1が丸々約分できるので、こうやって変形されます。で、前回みたいな動画の問題であれば、こっから、y プライムやって、ダブルプライムやって、増減表書いて、全近線チェックしてってやっていくんですけど、実は全近線は、いろいろ、リミットとか振らなくても実はわかるんです。この形だと。で、どこでわかるかっていうと、まあ、これね、途中式ない時ね、まあ、確認とかでも使ってもいいんですけど、ここ。こういう風に、ここに書くか。まあ、x プラス、ほにゃらら分の、まあ、数字ね、定数ね、2みたいな。1とか2でもいいけど、文字は入っちゃダメです。なってて、で、プラス、ここに、まあ、式が丸ごと来てる感じ。まあ今だったら x プラス1分の2で、ここにまあ a は x っていう式が来てますけど、その時、この、ここね、この部分がそのまま全近線になります。y イコール x。これ。y イコール x がなると。で、今しまったね。答えを書きたかったんで、赤にしたかったんだけど、これ書き直すわ。だからこの形に変形できると全近線がすぐ見つかる、ここで。で、もう一個見つけることができて、それが、ここの数字です。ここ。まあ、ここ丸々こうやってやってた方がいいね。こうやって。ここですね。こいつイコール0が必ず全近線になります。だから今だったら、x プラス1イコール0。入ってるかな？ああ、余裕で入ってるね。そう。で、プラス1を移行すれば、
x イコールマイナス1と。だから今回1番の答え、全近線の2つはこれです。y イコール x と x イコールマイナス1。とすぐ見つけることができるので、ちょっと前回の動画ね、言い忘れてしまったんですけど、この形の変形した場合は全近線すぐ見つかります。ただ途中式書けと言われた場合、リミットであれを書かなきゃいけないので、まあこうなることがね、まあ答えが予想できた状態でリミット書くっていうのもね、まあまあいいかなとは思いますんで、この変形ができた時は全近線こうやって見つけちゃってください。ちょ、これ消しちゃいますね。で、まあ2番だね。2番はまた外形の問題で、まあ、ずっと普通に分数のやってたんで、ログを1回で、ね、使った問題1問入れてみました。で、今までの問題に関しては、最初に定義域を考える必要がなかったんですけど、ログの場合は進数条件が入ってくるので、ここね、進数 x の部分、進数条件より x は絶対正になります。これ定義域ね。まあ、ここを意識しながらやっていきましょう。進数条件でね。で、まあ、それを分かった上で、あとやるのは一緒です。まずは y プライムからいきましょう。で、これを微分すると、まあ、2乗なんで2が出てきますと。だから、2ログ x に、こうなるんですが、ログ x、まあ、置き換えてるとか合成してるので、ログ x を微分したもの、つまり x 分の1をかける必要があるから、ちょっと書き直しますね。x 分の2、ログ x と、こうなります。で、まあ、一回、イコール0やっちゃいましょうか。y プライムイコール0より、これが0になるのは、まず x が0。まあ、分母が0はもうまず定義域に入ってないんで使えないし、まあ、元を使っちゃいけないんだけど。で、ログですね。ログが0になるのは、進数が1の時です。ログ1ね。が0になるから、こっからわかるのは x イコール1。ここが1になれば、ログが0になるんで、全体も0になります。じゃあ、ダブルプライム行きましょう。で、これは積の微分か。ちょっとめんどくさいですね。まず、x 分の2。こっち微分しましょう。微分すると、マイナスが出てくるんで、マイナス、で、ここは2乗なんのか。2乗の2で、ログ x。そのまんま。プラス、x 分の2がそのまんまで、ログ x 微分。ログ x 微分すると、x 分の1なので、x、2乗分の2と、こうなります。で、そうすると、これ出しといた方が楽かな。x2 乗分の2共通なんで、出しておきましょう。1マイナス、ログ x と。まあ、こうしておくか。はい、で、ダブルプライム、イコール0を考えると、まずこの x2 乗分の2のところは0になり得ないので、括弧の中ですね。つまり、ログ x。こいつが1になれば、1マイナス1で0になりますよね。じゃあ、ログ x が1になるのをいつの時かっていうと、x が e ですね。ここに e が来れば、ログ e は1になるので、1-1 でなると。で、これで準備が終わりました。で、まあ、全近線は考えていくんですが、ちょっとその、まず増減表を書いちゃいます、先に。よいしょ。x, y プライムと w プライムと y と入ってる。OK。で、今0より大きい。スタートが0だからね。0から始めます。で、この時は値取らないので、×にしておきましょう。で、1と e を使うんですけど、e の数が大きいので、先に1ですね。で、e で行くと。で、ここが、こっちが0のこっちが0か。じゃあ、まず y プライムの増、プラスマイナス判断していきましょう。こいつですね。で、1より大きく、こっちの方が分かりやすいか。0から1、x がね、0から1になってしまうと、進数が0から1なので、こいつマイナスになると。だから、全体的にもマイナスになる。で、1より大きくなっていけば、プラスになるから全部プラスになると。こうですね。で、ダブルプライムがどこだっけ？こうか。x2 乗分の2は2乗使ってるから絶対に正。まあ、x が正だから正なんだけど。で、この部分が、e よりちっちゃい、e より大きいと、ログが1より大きくなるので、マイナスが強くなっちゃうんだよね。1マイナスのこと、こっちが。だから、括弧全体がマイナスになるから、こっちがマイナス。で、こっちがプラスですね。e までの間だったら1のが強い。マイナスが弱いからさ、まずね。で、ダブルプライムがプラスっていうのは、こう、下に凸になってる。で、下に凸で減少なんで、こういう感じ。下に凸で、増えてるんで、こう。
これ上に凸で増えてるからこうですね。で値を入れていきましょう。1を入れるともともとこれだからログ1、まあ0だね、これはね、2乗しても0。 e を入れると1の2乗なんで1と、まあ、数字的にはすごくシンプルで、あとなんですけど、まあ、リミットを結局振っていくんだけどね。例えば、あと、じゃあ、x を無限大、y をね、こいつを無限大にしていこうと。で、これは当然、ログ x、x をどんどん大きくしていけば、ログ自体も大きくなるし、2乗すればどんどん大きくなるから、当然無限大になってきます。こうなっていく。で、今までマイナス無限大とかもチェックしたんですけど、ここマイナス無限大チェックする必要がありません。理由は後ほど言います。で、x をプラス方向から0に近づけましょう。プラス方向からね、y を。このまんまでいいです。で、これも、0にはならないんですけど、限りなくちっちゃくなっていく。ちっちゃくなっていくと、どうなるかっていうと、これ結局、それまた2乗するんでね、数がでかくなるんですよ。どん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 、y に関しては。だから、これが、0にどんどんちっちゃくしていくとね、なっていくので、まあ、負が大きくなるからさ、2乗すると大きくなるから、正の方に無限大。ログ自体は、2乗がなければね、すごいちっちゃい数になっていくんですけど、それを2乗するんで、プラスに変わると。で、これチェック、今回これだけで OK です。2個。で、なぜかっていうと、今、x が正の部分しかないんですよ、もともと。で、グラフで言うと、正の部分って第一象限と第四象限のここだけですよね。で、しかも、2乗したものなんで、y 絶対正なんで、今、第一象限しか考えないんですよ。もともと、グラフがここにしかありえない。で、今、ここにしかない。まあ、言ってしまえば、y 軸よりも右にしかないので、右に無限大。こっちに行けば行くほどどうなってるのっていうチェックは必要なわけですよ。で、あと、こっちにあるから、y 軸、0に向かって、プラス方向から0、こっちね。このチェックも必要なわけ。グラフがね、そこにあるって分かってるから。でも、マイナス方向の無限大って必要ないんだよね。だってないから、もともと。マイナス方向から0に近づけるのも必要ないわけ。ないから。だから、この2個だけチェックしておきます。いい？で、今、プラス方向から0に近づけた時に無限大になったら、どんどんどん上に上がっていくって分かってるので、だから全近線、y 軸は全近線って分かります。いいかな？こっちはないです。0に収束してないので、例えば y イコール x みたいな関数が全近線ってことは特にないです。で、あとはこの情報で、グラフを書いていきましょう。ちょっとグラフだけ赤にしようかね。大丈夫かな？ OK。ちょっと曲がったな。で、通るのが1の0と e の1を通ると。1の0。この辺にしときましょうか。1の0ね。と e の1なんで、まあ、この辺にしとこうか。e の1です。で、ここを通ります。で、まあ、こう下がってきて、登ってこうなる。一応ね、凹凸も考えると、そうなる。だから、で、これ、y 軸全近線になってるので、こういう感じで来て、こう上がっていって、一応このポイントで凹凸が変わります。いい。これがグラフ。このね、ログ x の2乗に関してはこうなります。いいかな。まあ、今回ログで、まあ、ルートとかサイン、コサインのものは扱ってはいないんですけど、基本的にやることは同じなので、まあ、こういった感じでぜひね、解いてみてください。では、今回は数3の第二次導関数とグラフ丸4をお送りしました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。